ちょっと待って、本気で痩せたい人は、朝起き上がる前にベッドに殺されちゃったら代謝が上がって痩せやすくなります。このグラフ見て、一日の中で体温が低くて代謝が低いのは朝。この時間帯を少しで短くするために朝一ストレッチやろう。左右に寝てスマホは床に置きましょう。右足を前に出して膝を下につけます。右手で左の足首を掴んで、左足の前ももが伸びてる状態を作ります。足首掴めない方は、つま先でも大丈夫です。いまいち伸びない方は左足をもう少し後ろに引きましょう。空いてる左手で右足が床から浮いてこないように押さえます。このまま上半身と首を右にねじります。目線も右へぐーっと持っていきます。ねじれるとこまでねじってください。この時右膝が浮いてこないように注意してください。でこのまま深呼吸します。息を吐く時に少しずつ右にねじりましょう。右へねじる。5回呼吸します。どんどん右へねじれていくのが分かるはずです。硬くて全然右へねじれないよという方はできる範囲で OK です。肩こり腰痛や猫背反り腰解消にも効果的です。1日も早く痩せたい方はこのまま概要欄の骨盤矯正ストレッチやりましょう。